第41ページザ・ボーディ小学校からの同級生ロイジムマーシーと高校からの同級生タックスマンによって2004年1月1日に結成2009年にメジャーデビュー昨年2019年にデビュー10周年 結成15周年を迎えそのアニバーサリーイヤーの締めくくりにして新章の第一歩となるザ・ボーディーズの15年間の全てを超えた究極のロックンロールアルバム「セクションナン n o 1 1をリリース。 改めましてザ・ボーディーズでーすボーカルベースのロイですギターのタックスマンですよろしくお願いしますということで、えー、我々ザ・ボーディーズなんですけどもまあ11月の27日、えー、11月の27日去年ですね、えー、11月の27日にニューアルバムセクションナンバー11をリリースしました<ー>ありがとうございますあのー、まあ まあまあまあボーディーズ初めてだよという人たちもいらっしゃると思いますので、うん、そうですねあの去年、えー、先ほども説明させていただきましたが、えー、結成15周年、えー、そしてメジャーデビュー10周年というロックンロールバンドでございますそしてですねおととし初のベストアルバムを出させていただきましたそしてそのベストアルバムを超えたアルバムを作って で新たな一歩を踏み出そうということで作られたのがこのニューアルバムセクションナンバーイレブンでございます。えー、まあベストアルバムを超えるということはですよ、やっぱ。 ボーディーズの歴史を超えるということなので、まあバンドとしてはすごく、えー、ハードルの高いことだったんですけども、しっかりと超えてきたとーボーディーズの歴史が塗り替わった、えー、一言で言いましょう。このニューアルバム、えー、ボーディーズ史上最高傑作でございます。やー,はー。ーさあどうですか、タックスマンさん。いやこれまずね。はい。いやお前急にべラべラべラって急に喋って俺戸惑ってるけど、<laughs> このね。そうですか。大人図鑑。はい。 僕らがその2020年の最初のゲストなんだって、はい、そ,そ,それをなんかさらーっとさ「<laughs> 普通に改めましてバーディスデーズです」みたいに言っちゃったから俺はもうちゃんと「あけましておめでとうございます」そういうのを言,、ねね、言いたかったのにお前がバーって言って俺唖然としてるから今 <laughs> あそれでの段前だで、ね「だんまい決め込み」だったんだしどじゃあ改めて言いましょうか皆さんあけましておめでとうございます <laughs> これね痛かったね。これねちゃんとさそうですよね新年が明けてますから新年のご挨拶もせずにね勝手に人の家にねせずにもう一昨年のベストアルバムの話とかもすげえ急に言うから新年明けたばっかだから一昨年っていうのをみんないつのことかちょっとわかりづらいですよね。俺も分かんなかったもん。もちょっと落ち着いて二人だけだから大事時間いっぱいあるからそうなんですかゆっくり行きますかゆっくり行こうはいま我々は何度も言ってますけれども六 ロックンロールバンドでございます、はいはい、ザ・ボーディーズというロックンロールバンドでございますロックンロールバンドといえばライブかなと、うん、やっぱ生で、えー、音を伝えられて初めてロックンロールバンドかなと思います旅するロックンロールバンドよそうですね、うん、どうしましょう風の吹く方にさ <laughs>、はい、いやスケジュールは決まってますから風の吹く方じゃないです <laughs> スケジュール通りに進んでいくだけです,そ,ですそれは、はい、ということであのニューアルバム、えー、出しました、えー、そしてそれを引っさげての全国ツアーが始まっております、はい まあそうどうしましょうかねこれも12月からスタートしてう、えー、もう今年の春まで4月まで全国を回って、はいえー、全32公演なんですけども、うん、これね全部こうお伝えしたいんですけどバーってスケジュール読むっていう <laughs> 全部バーって言ったら多分相当な頭に入ってこないから <laughs> そうなんですよねまあその辺はちょっとホームページで、はい、本当に全国細かく回るので必ず皆様のお近くに行くんじゃないかなと思います、はい、あただあの そうですね今年の初のライブ、うんえー、というのがもう1月の10日1月の10日のお金曜日「小倉フューズと」と、うん、今年はここから始まるというわけですね。でその12日まで、ね、この番組放送だから、はい、12日は大分のドラム B0、ね。う12日1月12日、はい、日曜日はドラム、えー、B0 と大分ドラム B0、ね、の辺にお住まいのです。 そうです早めに調べた方がいいっていう<は>いあじゃあちょっと来週あたり調べようかまあ九州で行くとその次の日のね1月13日の月曜日の長崎ドラム B7 まで九州は行きますね,ねでもそれ言ったらそのまま九州からさ渡ってすぐ周南でさ1月18日に <laughs> あるから。 週末 <laughs> までいっちゃったらその次の日のね1月19日の岡山みたいな。<laughs> いという,やめよう <laughs> ってことになってきますのでちょっとあの詳しくはホームページも見ていただきたいなとそしてえファイナルがですね4月の25日え土曜日新木場スタジオコーストとなっておりますねえ東京ですね。はいということでそこまで春までぐわーっと行くわけですね。はい、うん 前回あの大きなツアーで言うと四十七都道府県全部回ったツアーもねいろいろ回りましたけども今回もいろいろ行きたいですよねいろいろあんのよどうですか気になってる全部気になるんですけど全部気になるんだけど僕あのお城によく行くじゃないですかはいであの名城百選っていうのがあってまあその日本のねもうたくさんあるお城の中から特にもう名城百って言われてるお城のにはですね選ばれたお城にはあの スタンプが置い名城100のスタンプがでそれをのスタンプラリーを僕やってるんですけど本みたいになってでスタてそれをまあちょっとツアーでちょっとずつ集めていくっていうのをやってるんですけど今回1月の21日に松江行くじゃないですか松江と言ったら松江城っていうあの現存天守があるもうすごい由緒正しきああの ボスがいたところが残ってることですかそうですそうですそうです。トノがいたところ。トノがいたところが。あそうす。珍しいですね。珍しいんですよ。で、ちょうどそれがですよ。1月19日が岡山で、1月21日が松江で、1月20日が移動日なんです。あ対松江行これは。岡山でゆっくりするか、松江に早めに行って観光するか、どっちか選べるわけですね。選べます。僕は行きます。行きましょう、これじゃあ。 はもう絶対行きたい。これあのタックスマンさんがこのお城を。うん、おまあ、こうツアーでね、全国回るから、ね、うん、揃えられるっていうのも。これね、特権ですよね。<や>こういう仕事してる。そうそうで,で,で、今どれくらい集まってるんですか?。今ね、でもまだ二十個ぐらいで。まあ100、百、百分の二十ですよね。百分の二十なんですけど、ねはい、ちょっと最近ちょっと驚愕の事実が発覚して。はい 名乗百千ツーっていうのが出て、城が二百に二百 <laughs> になったんですか。うん、だからあ二百の二十だとちょっと少ないですね。うん、マジでね、終わる気しない。<laughs> 多分無理です。<laughs> ただあれですよね。以前から結構やってたので、その白行き始めましたみたいなことを言ったら、<う>まずあのお客さんが教えてくれたんですよね。こういうスタンプラリーがありますよということで、お客さんがあの。 あの差し入れでこのスタンプラリーの本をタクスマンにくれたんですけどこう中開けたらそのお客さんがもう行ったとこスタンプ押されてたんですよねあのね三個ぐらい押してあったスタンプラリーってそういうもんじゃないじゃんそれはいらないじゃない <laughs> 自分で行って押すからいいんですよねだからまあでも結果それで始めたけどまあ結果ねそれで火がついたわけですよね最初から始めてたら、うん、多分四十個ぐらい行ってたかもしれない確かにねスタンプスタンプ 押さずに城を巡ってただけの期間もありましたからねあの時の俺何やってたんだろうと思って <laughs> 最近もうね、はい、城が見えてない <laughs> いやもう最低じゃないですかやばいよ。城側からも来てくれるなですよもうなんかスタンプ置き場ばっか探してるもん <laughs> いやそれはやめてください、うん、もう松江の人も喜ばないですよそ,そうだね、はい、いやでもあの現存天使はもう ぜひすあとあれじゃないですかタックスマン本当に観光大使じゃないですけどもタックスマンが観光先陣切って僕らを連れてってくれるので僕ら楽しむだけなんですけどもお城だけじゃなくていろんな観光地も行きますがカレーも好きですよねタックスマンさんね全国のカレーを食べ歩いてるんですよね。で最近ロイも一緒に行くじゃん。 でロイあの辛いの食べるととかまあ喉にね、はい、そのボーカルでよくないじゃん、はい、でも俺もそのロイでもいけるカレーをチョイスしてんだけど、はい、岡山の、はい、あの岡山えっとクワイなんだっけクワイアットビレッジ,レッジクワイアットビレッジうん、はい、あそこロイも好きなとこあるじゃんかだからこれ悩ましいのよ。岡山でカレー食って 松江間に合うかどうかっていう。あ、なるほどね、うん。食べたいじゃん。カレーゆっくりだってオープン多分ねお昼ちょっと前ぐらいですから、それ食べてからゆっくり行って松江に移動の時間も考えると。そうなの、ね。お城ってね、あでもライトアップされてたりすることもあるんですか？いやでもどうでしょうね一月。これ聞いてる皆さんお城の話ずっと聞かされてますけど興 <laughs>、ね、分ほど大丈夫ですか？やめ,やめましょう。<やめ> <laughs> でもあの逆にあのね、はい、こう聞いてるみ皆さんに。はい。 ここのカレー美味しいですよそうですね全国の皆さんにこう、うん、あれですよね有名店じゃなくていいんですよね知る人ぞ知るみたいなのも好きなんですよねやっぱいろんな今ってさ便利な世の中だからいろんなサイトがあって評価の高いお店とか分かるじゃないですかそういうところももちろんいいんですけど、はい、もう本当に地元の人しか知らないお店っていうのはやっぱりこう名店が潜んでますから。はい これ僕ら SNS でツイッターとかあのインスタグラムなんかもやってますので、うん、そちらにあのメッセージいただいてここ行けみたいなのをい,いただけたら嬉しいですね。いは とということで、まあ、日本全国回っていくわけなんですけども楽しみがいっぱいですのでもうボーディーズのライブ来たことがないという方々心配しないで大丈夫です、うん、そしてライブハウスも普段行かないんですという方々も,もうボーディーズのライブに来てくれれば間違いないですので、うん、それはですね、えー、我々が必ず笑顔にしてお返ししますので、はい、あのお祭り縁日に遊びに来るような気持ちで、うん、ふらっとわくわくした気持ちだけ持ってきてくれれば、えー、必ず最高の瞬間まで連れてきますのでお約束します。 ので怖がらずに遊びに来てほしいなと思っておりますよろしくお願いしますはいということで大人図鑑我々ザ・ボディズがお送りしてきたわけなんですけどもちょっとそろそろお時間が近づいてるということなんですけどもう全然も喋り足りないですよ私お城の話に時間数先すぎたお城もうちょっと早めに私が止めてればよかったですお前もだって結構くっついてくるからあれ こんなな食いついつててくるなら喋喋っっっっちちゃゃおうと思たよまあでもあのー、まあ年もねあの明けたばっかですし、うん、まあちょっと今年の抱負じゃないですけど、はい、まあ日本全国春までね、うん、こう行くわけですけどまあボーディズまあ過去もですね、えー、たくさん海外ツアーもやらせていただいてます、うん、まあオーストラリアだったりヨーロッパツアー、うん、まあアジア系もたくさん行かせていただいておりますけどもまあ あの前々回のツアーですかね大きなツアーで47都道府県日本全国回ったりまあ去年も日本のおツアーそしてまあフェスなどもたくさん出させていただいてなかなかあ近年こう海外ツアーできてなかったとかそういうのもありますんでちょっとねそろそろいや行きたいっすねせっかく最高のアルバムができてますからで、うん、でそれちょっと思ったんだけどヨーロッパツアー1回行ったじゃない、はいはい、でドイツフランスロンドン、うんはい、でドイツとかって 古いおしりっぱんだよ。あれ？あまたこれシルンハるぞ。ドイツ古いおしりっぱってその名乗百の名乗百ザワールドっていうのが出たらキリンねのまあ職業変えて行ってこい。結構良くない？いも確かにないんだねないないないけどあったらいいねと思うね。ドイツのそれでも待ってる人もいるじゃん。そうけどまああのドイツだけじゃなくてちょっとアジアの者とか超若くするでしょ？うん。だからその作るのも面白そう。ね。うん。 職業変えるなよ <laughs>、はいはい。ということで,、えーそうですねえー、あとはどうですかい、もう言い足りないことあります、まあまあ、改めてもう一回です、ねうん、お知らせさせていただきたいなと思います。<coughs> えー、去年の11月の27日に、はいえー、ニューアルバム「セクションナンバー11」リリースしました。はい で現在はその最高傑作、えー、ニューアルバムを引っ提げてのおツアー中全国ツアー中でございます、えー、このままですね春まで全国を回っていきますので、えー、ぜひとも、あのー、日程をです、ね、チェックしていただいて、うん、遊びに来ていただきたいなと思ってる次第でございます、はい、どうでしょう皆さん伝えたことありますかもうこ,こんなに言ったらもう聞いてくれてる皆さんもさ分、はい、かっていくよってなるでしょうで、ね、あともうカレーの情報もさ、はい 教えてくれるでしょう。ですね。伝わったかなと思っております。うんえー、なのでまあ、とにかくですね。何かこう楽しいことねえかな？と思ったら、もうボーディーズに近づいてきてください。いや、そうですね。 我々が近づいていきますので、うん、一緒にお祭りワイ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 やっていきましょう。はい、そして笑顔になってまた明日へのパワーになればなとロックンロールで皆様の背中をドンと押したいなと思いますので、これからも今年もザボーディズよろしくお願いします。ますああお別れでございます。<laughs> おおおおお <laughs> おお代わりとああいう気持ちがいっぱいでございますが、あまたその会場でですね、うん、会場でお会いしましょうということで、はい、ま ますそれでは、はい、お相手はザ・ボーディーズでしたバイバイ,バイバ